日本食を愛する皆さん、こんにちは。今日は日本人の心、ご飯と味噌汁をこよなく愛するジャパニーズピープルなあなたに、とっておきのお料理法をご紹介したいと思います。今日のご飯と味噌汁が一緒にできてしまうこの方法、我が家もお台所が狭いので非常に役立っております。一回見たらあなたもきっとハマるはずですから、しっかりとご覧になってください。今日使う道具なんですけども、今日はこちらの3リットル入る3コート、そして付属品のキャセロールを使っていきます。今日のやり方だと、ご飯は1合半まで炊けます。今日は1合を炊くんですけども、使うお鍋はこちらの3コートを用意してください。まずは3コートのお鍋にお米を洗って2割増しのお水につけておきます。そしてさらにこちらのキャセロールでは、じゃん、お味噌汁のお豆腐、ネギ、わかめ、お味噌、そしてお水をじゃじゃっと入れて、お味噌汁がこの上で全部完成です。これを3コートの上にセットしましたら、あとはご飯を炊くのと同じです。中火で加熱して沸騰させていきましょう。それでは蒸気上がってきました。そしたら火を小さくして、ここから12分で出来上がりです。それでは時間が来ましたので、中を見てみましょう。じゃん、2階は温度が85度までしか上がりませんので、ブクブク沸騰せず、味噌の香りは飛びません。そして下はふっくらツヤツヤのご飯ができております。これで一つのお鍋でご飯とお味噌汁が揃いましたので、一人暮らしや家族の少ない方はぜひお試しください。すごくいいですよ。